はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それではですね、続きまして各教科実際直前期がどういう勉強してたかっていうのを聞いていきたいと思うんですけども、もう当初のその戦略というか目標っていう意味だと、3教科英国社のそれぞれの何ていうか目標っていうか、その点稼ごうとかその辺ってどういうふうに戦略立ててました、はい、英語と日本史で、はい、まあ、配点どうしたに関しては配点が高いっていうのがあって、はいはい、まあ、8割9割は両方目指してて、国語は6割な6割7割ぐらいを目指してました。まあ、合格点高いんで結構稼ぐことっていうところで、はい、ですね。まあ、もう一個その関西も合格してるところです、はい、そっちはどういう戦略でやってました、関西も、はい、英語日本史で点を稼いで、はいはい、国語でちょっと失敗してもいけるかなっていうぐらいの点を稼ぐっていう感じでやってました、はいはいはい、なるほど、はい、実際の入試はどうでした。その通り行きました。その通り行きました、ね、行きました、はい、じゃあその過去もまあ基本メインでやったと思うんですけど、はい、それプラスなんかどういうのやってました各教科。その演習問題を積み重ねた方がいいっていうふうに自分の先生からも教わってたんで、はい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 、結構その過去問っていう、その受ける大学以外の過去問とかも結構やってました、はいはい、どのあたりの大学やってました。それこそ近大とか関西で言ったらそれもそうですし、うんうんうん、はい、そうですね、立命館の問題とか、はい、関西学院の問題とかもやるようにしてましたね、うんうん、やってみて実際なんか発見みたいなものってありました。そうですね、まあ、大学によって違う問題が多いんで、文法が中心の大学もあったり長文だけのところもあったりっていうところですかね、はいはい、割とやっぱり初見だと面食らいました。その簡単だとしても、そうですね、はい、うんうん、慣れないと結構厳しいところがありました、はいはい、なんかその対策は実際本番で役に立ちました。そうですね、まあ、受けたその同志社と関大に関しては、うんうん、まあ、同志社とかは本当に長文メインなんで、はいはいはい、そこは長文対策で結構長めの文とかも読むようにしてたので、はい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 、そこは行きたかなと思いますね、はい、なるほど。まあ、そういう意味で言うとやっぱりイレギュラー起きても動揺しないというか、はい、初見で見たことないのが多分対策になったっていう感じですかね、はい、うん、あとはじゃあさっき言ってた100台とか、はい、速単上級とかあの辺を結構やり込んだという感じですかね、はい、ございます。で実際その結構その、まあ、特にカンカン同率あたりで志望してきたと聞きたいと思うのは、同志社とじゃあ関西って何か違うのみたいなところ、問題の傾向とかしてですね、何、はい、かありました違いって。同志社は、はい、そうですね、やっぱ長文が長いっていうのもあるんですけど、はい、その単語一緒の似ている単語を聞かれるっていう問題が多いんで毎年で、英語はもうほぼ昔から傾向とか変わってないんで、はい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 、その過去問対策をかなり同志社はやった方がいいかなと思いますね。なるほどなるほど。で関西大学は、はい、英語は、はい、まあ、同志社と若干傾向似てるとか言われてたんですけど、はい、先生から、はい、でそこで、まあ、その単語もそうですし、はい、あとはもう関大も傾向はそこまで毎年変わってないので、はい、うん、まあ数をこなすってことが重要かなと思いますね、はい、でもやっぱ過去問をかなりがっつりやり込んだって、はい、何年分ぐらいやりましたちなみに。同志社は、2000年ぐらいからずっとやってました。10年分以上やってるよ、はいはい、関西も関西も一緒ぐらいですね。おなるほど。じゃあ本当に過去問中心の勉強って感じだったんですね、はい、なるほど。まあ、でもそれやりきるぐらいの時間があったっていう、うん、そうですね、その11月からかなり追い込んだっていう、はい、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。過去問が大事ね、まあ、当たり前に聞こえるかもしれないですけど、なんだかんだ言って10年分解くだけならまだしもちゃんとやりこなせなかなかできないですからね、そこはすごいやり込んだんだなと思いますね。じゃあ今同志社は特に学部いっぱい受かってるじゃないですか、はい、その全学部同じぐらい解いたんですか。そうですね、全学部基本英語日本史が良くて、はい、国語がまあそこまで良くないかなっていう点で受かりましたね、はいはいはい、なるほどなるほど。で、まあ、年数も結構全部10年分ぐらいやり込んでると、はい、ですね、分かりました、ありがとうございます。では受験の話は大体ここまでですね。これ以降は大学生活の話とかちょっと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。